こんにちは。今回は YouTube と EC の専門コンサルタントの金岡さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は YouTube っていうところで、はい、割と企業がチャンネルを新しく立ち上げるってなった際に難易度が高いであったりとか、はい、そんなに跳ねないチャンネルもたくさん見受けられるなみたいな所感を覚えてまして、はいはい、そのあたりちょっと金岡さんどうお考えなのかなっていう、であとそれをどうやってヘッジしていくのかなっていう、はいはい、その辺の総論から施策周りまでちょっと教えていただけたらなと思ってます、はい、チャンネルにもよると思うんですけど、企業ががっつり YouTube チャンネル運営するのに1000万以上年間でコストがかかる場合も多いですと、うん、はい、今の現状を見てるとほとんどの会社が、まあ、お金をドブに捨ててるようなもんだと僕は思ってますまあ、だって実際にその企業のチャンネルを見てみると、アドセンス収益とまあ認知の拡大を期待しているのかなっていうふうに見受けられる場合が多いんですけど、成功している方のチャンネルでも登録者数万人、平均の再生数が数万再生で、まあいい時にまあ10万再生20万再生いくみたいな感じじゃないですか。でもアドセンスの収益って YouTube が一応公開してる相場だと1再生につき 0.1 円とか、うん、まあ、0.2 円とかなんで、うん、仮に、まあ、20万再生ってなかなかのヒットですけど、はい、アドセンスの広告収益2万円ですし、実際そこからまあ認知は取れてるのかもしれないですけど、具体的に自社の商品の購買につなげたり店舗への送客につなげたりっていう、まあ、具体的な動線や仕組みが置かれてないケースが多いので、まあ、なんとなく認知は広がったけどふわっとしたまま終わるっていうケースがほとんどなので、それで年間1000万とかかかるって、まあ、正直お金ドブに捨ててるのかなっていうふうに思ってます、うんうん、大和市場になりつつあるジャンルによってはあるかもしれないですけど、はいはい、そういう意味で言うと難易度が高くてかつなんかチャンネルだから1000万ぐらいかかります、はい、じゃあ GO でみたいな、はい、安易ななんかこう意思決定されてる方もいるような印象は受けますよね。ただそこってすごい難しくて、うん、まあ、今、ウェブっていろんな媒体があるじゃないですか、はい、っていう中で Google 検索 SEO が、まあ、特に企業が注力するポイントだと思うんですけど、そこっても今ストックさんでも再三発信しているように、まあ、ドメインパワー、うん、会社の力とか、知名度権威性が、まあ、一番重要になっていて、なかなか、新興企業だったり中堅中小企業だと、まあ、いくら対策をしても上表示が難しくなってますし、資金力のある会社さんや経営者でも知名度や権威性がないと、うん、なかなか上位表示できないようになっていますという中で、 YouTube はまだそういった知名度とか、うん、権威性の勝負の世界ではないので、うん、下克上ができるというか、うん、突破口が見出せるっていうところでは、うん、なんとか企業としては攻略していきたい、うん、成果を上げていきたいプラットフォームなのかなというふうに自分の中で、はい、位置づけてます。攻略法はどのようなものでしょうか。まず YouTube の企業の攻略って、まあ、2つのポイントがあると思ってまして、一つはさっき言ったようなアベレージで数万再生、まあ、仮にまあ YouTube でよくあるような美容系とかファッション化粧品みたいなこうメジャーなジャンルでチャンネルを立ち上げるとしたら、うんうん、アベレージ数万再生っていうレベルにはまずいかないといけないっていうまあポイントが一つですね。でもう一つはそこまでいってもなかなか採算が合わない企業さんが多いですけど、うん、YouTube って本当にいろんな効果リターンがあって使い方があるので、それをフルに使い倒してリターンを取り切ると数万再生とか数万登録でもめちゃくちゃ大きなリターンが得られるので、まあ、YouTube を使い倒すか、そこからリターンをどれだけ取り切るかっていうところがポイントだと思ってます。なるほどなるほど。要は果実を絞り倒すと。じゃあその絞り取り方ですかね、はいはいはい、っていうところはどんなものがあるんでしょう。私は企業が YouTube を使うメリットって8種類あると思っています。1つ目がアドセンス収益、2つ目が企業案件の収益で、3つ目が認知の拡大ですね。ここまでは、まあ、多くの方々が企業さんがご存知の通りだと思います。ここからが重要だと思っていて、 YouTube を使って顧客リストを獲得する、自社商品を販売する、採用コストを削減するっていったところも YouTube の大きなメリットで、ここが一番リターンが大きいのかなというふうに思っています。最後に申し上げるのが、これ多分ほとんどの企業さんはまだできてないと思うんですけど、 YouTube のコンテンツを他の媒体、ウェブサイトや Twitter や Instagram、TikTok に横展開をしていくっていうところと、はいはい、YouTube を使って SEO をガンガン押し上げていくっていうところがポイントだと思ってまして、そのあたりを全部じゃなくてもいいんですけど複数押さえていくと、数万再生とか数万登録でも大きな成果を上げている事例があるっていう次第ですね。なるほどなるほど。